どうも、ピラジと申します。さあ、買ってきましたよ、ダウンロードコンテンツ。うん。2700円しました。で、追加されましたね、こちらに。サイドストーリーと。これを、進めていくと、第4の学級か。うん、あれを進めることができます。にしても先日、そう、終わった、ディミトリ編ですね。ルーベンクラッセ。トータル208時間まで来ましたよ。こんなに時間あれば、過去のタイトル、結構クリアできるじゃないですか。だいたい30時間あれば一作品、いけるんじゃないのかなって思ってるんで、なかなか消化できますよ。こんだけあれば。で、そう、このダウンロードコンテンツクリアすることで、次予定してる絵が、エーデルガートルート、二ルート分またやろうかなと思ってるんですけど、それに、そう、追加コンテンツが追加されるってことで、なんか変な日本語ですけど。さっさとクリアして、また映画編に戻りたいなと思います。じゃあ行きますか。サイドストーリーのルールと、成長しないんだ。技能レベルね。じゃあ職っていう概念というか、あ、資格試験がないのかな。で、兵種。開始時に資格を持つ兵種のみに、なんか、縛りがあんのかな、これは。うん。鉱石、開始時、戦闘勝利時、アーマーブレイク。しっかり AT フィールド壊してけってことか。で、獲得できる資金や鉱石、うわぁ。え、結構、難易度高いんかな、これ、じゃあ。で、武器対応の商品には十分注意して勝利を目指しましょう。うわぁ。かなり縛ってありますね。天手の剣のみ散策に入ると自動で修復する。散策とかって概念あるんだ。ほんほんほん。上に出てるマップを行くことになるのかな。すごい地下感半端ないですけど。で、ガルグマクの地下に広がる街アビスの散策やブリーフィングのショップで、ブリーフィング。武器の錬成、修理や騎士団の戦力補充が行える。ああ、これはいつも通りと。戦闘の前には欠かさず行いましょう。散策でしかそういうのできないのかな？本編とはまた違ったやり方になるのかな？行きますか？あー、難易度あんの？あー、さすがに、ノーマルはあれなのかな？冗談で選んでみたいんですけど。せっかくなんでそこそこ、難易度も欲しいので、下で行きましょうか。で、これもクラシックでいきますか。まあ、どうせ死んだら元に戻すんですけど。ああ、ここも。はあ。どうしよう。どうしよう。エガルートはベレットでやる予定なので、せっかくなんでもう見納め的な意味で、ベレスで行きましょうか。引き継ぎとかできるんかな。このまま行こうかな。基本的に名前が決まってない場合は自分の名前つけちゃいますね。ピロチュンと。ただこういう風に公式で決まってるやつはこのままにするようにしてますね。いろんなゲームは。いきますか。ネットワーク。なんか意味あるのかな。繋いでおこうか。初回接続。ほん。さあ、あ、この辺は変わらないのかな。すすやみの章。すすやみって読むのそれ。あ、聞きられない声。これが、酋長の声なのかな？ほう。ガルグマク大修道院が落成。ほう。歴史の勉強から？これを記念して四使徒と称される聖人の意義を示し。キフホル、セスリーン。あと出てこない。ほう。より授かりいろいろ教えてくれそうやね。資源の荒廃。四使徒の聖なる力を持って、ほう。主の再臨が叶うはずだったが、ああ。儀式は失敗に終わった。ソティスをこの時にも下ろそうとしてたんだ。四使徒は儀式に失敗した。え？ガルグマク大修道院。去ってったの？歴史の一回ぐらいいいじゃないですか。消した。あ、ここで、じゃあ、テスト、フレンはどっか行ったのか。アドラステアの緑深き山麓に。ほう。一つは海へ。ポドラの何のやつこれ。四方に行ったのか。一つは山へ。
喉元の険しい峰々に体をうずめ。ほう。これ、セテスかな。日の当たらぬ場所で影となる。あ、これが今から行くアビスのことか。伝承は残され、すごいハゲ散らかったおじいちゃんがおる。ナバテアの灰のもとに、ナバテア。印を捧げしとき、失われた魂が呼び戻されない。え、それ失敗したんでしょ？どういうことだ？失礼いたします。ナロイスから、濃いのから来たね。いや、レアさんお久しぶり。大変申し訳ありません。マジで久しぶり見たな。ご報告がございまして。あ、この、あ、てか、アロイスも、え、あ、てか、アロイスどこ行ったんだろう、あれディミトリ編でどこにおったんこいつ。まあ、行きますか。構いませんよ、アロイス。あ、今はちょうど、いや、懐かしさすらある。レア。おお、それならばよかった。何の下りになってくのか。そのお手元の書物は、うん、書物。これが、おぉ、マルグマク大修道院の創建以来995年に記されています。すごいよね、これ全部レア生きてるってことやしね。てかよくバレてないよね。ちょっとずつなんか整形的なことしてんの。いや、あんまり変わってないよね。あのセイロス時代と、あのネメシス、あのぶっ刺しまくってたあの時代とバレてないもんかね。行き過ぎじゃねっつって。年も置いてないしね。興味深いですな。どうやって過ごしてたんだろう。ね、千年近く。ここに記録を残すことも歴代の大司教に。歴代の大司教。結構人が変わってんのか一応。ずっとレアがやってたわけじゃなくて。それとも名前を変えながらずっとやってたとか大司教。どうやってすごい気になるそこ。かつて聖者セイロスは自分のことですけど。大修道院のお前のことですけどそれ。しらじらしいな。当時の資料はこの年代記を除けば、うん、ほとんどが散逸してしまっているのですよ。それはレアの管理が悪かったじゃないの。なんか火事とかも、まあ、ジェラルドパッパのあれですけど、結構そういう戦争とかなんかちっちゃいあれで巻き込まれて散在してしまったんかね、資料が。ああ、の大化の折にもやっぱそういうことなんだ。数多くの書物が失われてしまいましたからな。まあ千年もあればいろいろあるわな。ああ、ですから今となってはこの年代記の中にしか記されていないことも多いのです。複製しといた方がいいんじゃないそれ。例えば大修道院の落成式典の様子。ああ、冒頭であったやつか。帝国歴195年のやつ。800年前か。私も落成時期は知っておりますが、それ以上のことは。ああ、なんか歴史で習ったんかな。うん。それも当然のことでしょう。そもそもはっきりとした記録が残っていないのです。レアつけときよ、それは。言ってたんでしょう。記録によると、式典では。記録によると。女神復活を記念する。いや、見てたんちゃうんか、お前は。どういう視点で見ればいいかな。いや、だって、一ルートを終えてたら、レアがセイロスってことはもうバレてますからね。しらじらしいな。後輩の儀ですか。ナバテアのなんとかって言っとったね。ナバテアってなんだっけ。なんかで聞いたな。マムクート族の、総称でしたっけ。ナバテアの民、確かそうやった気がする。ソティスの眷属か。またなくなったんか。それもしっか管理しとこう。今となっては残された断片的な記録からその様子を想像することしかできません。想像。でも生きる証人じゃないのレア。セテスもなんならいてたっしょ。あとフレンは寝てた可能性が高いけど。読み取れるのは、かつて聖者セイロスが主の再臨を願い、失敗したやつね。ノア、シュバリエ、誰？オーバン、4人の使徒と共に儀式を取り行ったこと。あの聖者像の人たちじゃないんだ。キフホルとかセスリンとか、T
火持て。なんか髪に良さそうなやつがいますね。そしてその儀式は身を結ばず、はあ、初めて聞いたな。さっきのようにということだけです。失敗したみたいね。そう。ん4人の使徒これは、あ、そう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 。死聖人とはまた違う。全くアロイスと同じ感覚ですね。ね。彼ら4使徒についての記憶。それもかい。大使徒員にはほとんど残っています。なんでだこれ、あえて何か、ね、レアが改ざんしたというか、あえて何か、ね、なんて言っただろう、廃棄したとかっていう可能性も出てきそうやけども、なんか、気な臭いよね。それぞれの紋章に残ってなさすぎ。紋章を継ぐ血統が失われる中で、ほうほう。四使徒の名前すらも、歴史の表舞台からは姿を消してしまいました。まあそう冒頭で言っとったね。ん？お、意味深な言い方をなさいますな。ともすれば歴史の裏側にはいると、そういうことか。まあそれが今から行く地下のことなのか。4人ともいてるんかね。誰も知らないところで血脈をつなぎ、はあ、思いもしないものに現れる可能性。800年か。つい長く雑談に興じてしまいます。いや、どう突入していくんだろう。いや、もうワクワクなんですけど。報告を聞かせてもらえます。やらせてください、もっと。例の件とはやはり地下の。ああそうなるよね。うん、おっと、そうでしたな。あ、アロイスはこの件で来たのか。なんかちっちゃくなってたの、声が。それで、その怪しい人影とやらは本当にここへ逃げ込むのか。これは時系列的にどのタイミングなんでしょうか。ほう、まだね、しっかりみんなが仲いい時期。いや、この頃が一番良かった説もあるね。良かったよね、普通に。あ、がっつり穴開いとる。抜け穴のように見えないこともないが。何これ、隕石でも落ちてきたんこれ。間違いないね。俺が寝ぼけてたんじゃなければだが、人が出てきたのか。ありえない。まあ、みんな新徘徊好きやからな。ディミトリもそうやったけど、クロードもよく新徘徊しとった気がするわ。いろいろ調べ物しに。映画もその件があるんかな。ガルグマクの地下には無数の通路が張り巡らされていると聞いたことがある。あ、一応その辺はバレてるんだ。この入り口もその一つということか。性病とか全部どこで繋がっているかは見当もつかないが、そういうルートだったっていうことか。うん、こういうことやね、その中の一つと。うん、ああ、中がどうなってるかもわからないし、散策のあの学園のどこかから行けるようになるみたいですね、メインストーリーで。どこなんだろうか。そういうわけだから皇女様と王子様はここで待っていてもらえるか。あ、クロードだけ行くの。俺と先生で賊らしき男の後を追うよ。お、戻ってこなかったら騎士団を呼んでくれよ。好奇心旺盛やの。待ちなさい。あれ勝手が許されるはずもないでしょ。みんなで行く感じか。二人では危険よ。私たちも行くわ。おお。ディミトリもそれで構わないかしら。ほう、この辺はまだ関係こじれてないからね。なんかすごい触れてはいけない感じが、そう、大人編やっちゃうとするんですけど、うん、まあ、この頃は、すんなり受け止めればいいのかな。ああ、もちろん。賊かもしれない相手を黙って見過ごすというわけにもいくまい。いや、生徒会長感があるね。何より前節、うん、女神最短の儀の折にも、あんな事件があった。結構後輩やね。女神最短、いつだ割と中盤ぐらいじゃない？これじゃあ、生徒編の。10月ぐらいか？わかったよ。ただし、うん、どんな災難にあっても、お互い文句の言いっ子はなしだぜ。いろいろあるんでしょうな、災難が。それじゃあ行きましょう。うん。それとも。あ、これもう全員使える感じなんかな？三級長。他にも行くかな、生徒。おう。
を起きている生徒。え、一晩の話なんかな、これ。騎士団に、あ、これは、あれやな。真ん中選んでみる。これ結構でかいんじゃない、この選択肢。じゃあ、真ん中行こうか。起きている生徒に声かけよう。な、それ誰起きてんだろう。この時間であれば、不真面目なやつ。だったら全員叩き起こしてもいいぐらいじゃねえ。おいおいおい。起きてやがったわ。この三人は間違いなく来んのか、じゃあ。まあ、それぞれの、うん、学級から一人ずつやよね。うん、リンハールとヒルダ、アッシュか。なんだか珍しい組み合わせですね。そうな。こんな時間に一体どうしたんですか？逆に聞きたいわ、お前ら。こんな時間って結構遅いやろ、じゃあね。面倒ごとみたいですね。ああ。それじゃあ、僕はおやすみなさ。かぶり気味に？リンハルト、そうはいかないわ。通りかかったルーンを いいね。いいまでボタン押せた気がする。こっそり交代したってダメだぜ、ヒルダ。ちょっと手を貸してくれ。ヒルダは公式カップルだったはず、クロードの。あ、アッシュもた。ヒルダ。事情は道中説明させてほしい。無言で振り向いた。はい、もちろんだ。ああ、ヒルダ怒ってますね。時間を持て余していたところだったので。寝ろ、お前。すまないな。ではこの七人で抜け穴に入ろう。構わないな、先生。これ上選んでたら来なかったんかな、この三人は。ま、賑やかなのも悪くないか。まあ、こんだけいたら十分っすね。どういう選抜なんだろうにしても、この三人は。ランダムとかあんのかな、もしかして。お、出てきた。聞き慣れない BGM。 俺たちがここであくびを噛み殺してる意味あんのかね。何してんの、これは。噛み殺せてねえぞ。有利。あ、たく。え、こいつ男な？勝負付き合ってやってもいいな。か、え、これが球場的なやつですよね、確かユーリスって。うん、やめとく。え、ま、髪殺すって言わんかった。寒寒としててな。お前にまじ。6みたい。あくびをか、ああ、髪殺せてね。ああ、この言い回しするのってだってフェリックスだから、そう。単なるあくびにかかってるだけやよね。別に口癖とかじゃなくて。うん。何言ってんだか。お。あったかかったら喜んでばらまくじゃん。なんか名前長いやつ、この金髪の人。で赤い髪がなんか可愛いやつ。名前短かったかな確か。それで名前の長さで把握してます。あ、こんな感じなんこれ。手持ち無沙汰なら頭を働かせていればお嬢様系か。なるほどね。まあ、働かせる頭のないものは退屈かもしれません。これ系確かにおらんもんね。普通の生徒たちの中で。なんならドロテアあたりがこういうキャラであってもよかったかなって思ってたんですけど、ちゃんと入れてくるか。このお嬢様系のキャラ。まあ、働かせる頭はハッピーもし、うん。あ、そうそう、ハッピーハッピー。ユリーとコニーに任せて。ユリーとコ、ユーリスとコ、コンスタンツやったっけ？ゴロツキ？え、本当に、え、盗賊なんだ、これ。顔見えましたね。お、そうそう。誰か地上で動きでもあったか。声聞かんだね、これ女やよね。どう考えても。オスかよ。ああ、ハピかわいいな。枢機卿の会合を探ってきたんだが。枢機卿の会合。これって西方、うん？教会のあれだっけ？あ、それが、その、見つかっちまって。ああ、これが、クロードに見つかったやつか、こいつが。おかしな連中？騎士団か。あいつらとぶつかることになるのかな？詳しいことはわからねえ。数は七八人だったと思うが、武装してる。戦うことになりそうやな。逆に増やして、まずかったじゃないこれ。ほう。大方お前を悪党だと思ってトライに追ってきたんだろ。それやよね、とりあえず。よし。うわ、戦う感じだ。腕が鳴りすぎて轟いてきたぜ。こいつらが敵なんかな。お待ちなさい、バルタザール。バルタザール。あなたはどうしていつもそう
バルトって呼ばれとったよね。バルタザールね。すごい筋肉だったね。新しい魔法を試したいとか。新しい魔法。ま、ここは地上の方が及ばねえ場所だ。多少遊んでやったって罪には問われねえさ。あ、結構強そうやね。ほう。何より相手は教団の息のかかった連中だ。敵っぽいな、こりゃ。どっち操作になるんだろう。いった。あなたたち、ちょっとお待ちなさい。私も行きますわ。あ、このお嬢様が結構一応真面目枠になるのか、この中で。はあ。ほんで、ここただの通路、あの穴から降りてきたっぽいね。人の痕跡も多いし、はあ、住居のようにも見えるわ。街があるって言っとったもんね。ガルクマクの地下。はあ。そういえば昔、兄さんから聞いたこともあったっけ。はあ。そうそうそう、ホルストさん。ホルストさんも士官学校の卒業生だったか。そん頃から噂があったと。うん。兄さんが生徒だった頃に、ガルグマクの地下にまつわる噂があってね。ほんで？町の地下には、無数の通路や区画が広がっていて、後ろぐらい人が住んでるって。そのまんまやけど。その名も、アビス。それも、もうだいぶバレてない？存在。その通り。起きた。ここはガルグマクの敵感すごいな。アビスだ。対面してしまった。うお筋肉から。一人ずつ相手するとか？それは。四天王っぽく。制服か？俺たちのものに似ている。だいぶ気崩しとるけどね。その鎖とか痛くない？なんなら冷たそうやけど。ようこそ士官学校の生徒さんよ。うん。華々しい方々がこんな場所に何の用だ。うわ、敵感すごいな、本当に。いや、俺たちは大修道院を。話し合いで解決するか？怪しい人影を追ってきただけでね。うん。あなたたちに用はないわ。そこを通して。いや、こいつかも、知れんやろ。上に行ったのが。出てきた。それは無理な。一番キャラ濃いかもしれんな。コンスタンツェが。そこの暴れん坊は騙せても、私の目はごまかせませんわ。じゃあ4人とも登場する感じかな、これ。あなたたちの真の目的。ほう。このコンスタンツェ・フォン・ヌーン。あ、フォン。当ててあげます。フォンってつくと貴族確定ですね。はあ。どこ出身のあれだろう。アビス住民の排除をもくろむ教団の指示で、うん、介入の口実を探しに来たのですわね。それは。思い込みすぎやろ。排除かな。ヌーベル。お、ピンときた？ヌーベル。戦う理由がありさえすりゃ、中身は何だって関係ねえ。帝国系のなんかなんかな。やんのか。映画がピンときたってことは。やりそう。見るになかなかの手だれのようだ。いちいち相手をするのは得策ではないな。じゃあ敵っぽいな、これは。ああ、そいつは戻る。あの第四の学級の奴らが。今日のところは引き上げるか。あれ帰んの？この後に及んで帰るだなんて。寂しいこと言ってくれるなよ。逃がしてくれ。ここの連中はみんな娯楽に飢えててね。戦争ごっこ。ああ、戦う感じですな。ユーリスがリーダーっぽい感じがするけど、酋長か。それでいいよね。ほうほう。鮮やかな強撃の手並み。強撃。やっぱりただのゴロつきじゃなさそうだ。遊んでやろうかとかそったからね。おい、クロード。感心している場合か。ここは俺たちで突破口を開かねば。戦うのか？待て。クロード。リーガン公爵家の新しい。こいつは同盟領なんかなのか？バルタザール。いや、人違いだろう。おい。フォードなんてフォドラじゃ珍しくない。白を切りやがった。瞬発力あるね。それこそ適当に偽名で使うやつもいるくらいな。なんならクロードってあの聖戦の系譜でも出てきてたんですよね。その名前かぶりがすごい気になってたんですけどね。その初めて風化雪月やった時、うん。だが今年の士官学校の生徒にクロードって名の男は一人だけだろ。あ、そういう情報を下に降りてるんだ。はあ。おいおい、なんでまたそんなことまで知ってるんだよ。だいぶ上のことは分かられとるっぽいね、これ。こい
いつはどんな行幸だぜ。行幸、思いがけない幸運ですね。手をお前ら、ぶん殴ってケツ並べるか。ああ、もう逃がしてもらえなさそうやね。戦うことになりそう。悪いな、みんな。ここの辺りはないんだが。どうやら俺のせいで遺憾にも戦闘に突入だ。どっち操作なのか気になるな。東方の忍者曰く、石を投げつけられたら石の雨を降らせて返してやれだとさ。そのことわざ通りやるってか。ようやくやる気になったかよ。おう、レスターの格闘王の拳。レスターって諸侯同盟のことやね。じゃあこいつは同盟領出身なんだ。おう、あの男の人なんかどこかで見たことあるような。子供の時の知り合いか。てかイメージ的にはヒルダの兄ちゃんがバルタザールっぽい感じをイメージしてますね。自分、さっきのホルストさんか。あー、行きそう、戦闘パート。さあ、どちら側なんだろう。アビス遭遇戦。ほう。お、遊び方がわからない場合。いや、さすがにこれはないでしょ。おー、すごい、点々持っとる。笑顔もちゃんと。うわあ、これはレアなパーティー。で、なんかスイッチありますけど。え、で、普通、一般兵もおるの？ホテ・バルタザール。うわ、結構レベルあるぞ、27。ただ、速さ、うんこやね。魔法もうんこか。で、これが追加コンテンツの、あれですね。バトル文句。職業が4つぐらい増えるとのことですね。バジュラ。シュバリエの紋章。はぁ、ごっついの持っとんの？僕見たら。えぇ、英雄の遺産なのか。で、あ、ハピがバリキリアなんだ。ヒーラー。まあ、あれ、ホーリーナイ、え？とだっけ？あれとまた違う炭焼けの、ヒーラー色。あ、黒魔法、え？おー。あれとはまた違うんだ。ね。両方、どういう、え？どういうあれなんだろう。炭焼けがよくわからんな。まあ、過去の作品だったらバルキアって杖、使いながら、普通に剣とか使えるレベルですよね、バルキリア。結構広いね。え？この空間何？絶対なんかあるでしょ。うわ、結構時間かかる系か、これ。で、あ、これも私のやつですね。ダークペガス、コンスタンツェがダークペガス。まあ、飛行の魔法使いですよね。一応黒魔法寄りではあるのか。はぁ、27。なんか面白いスキルのマークしとるね。はぁ、魔力変化。あー、魔法で殴るとまずいのか。で、性格表変。野外では力マークプラス3。え、てか、モンドベル強くなってますじゃん。ますじゃん。強いっぽいね、コンスタンツェ。で、最後、ユーリスと。あ、これがトリックスターか。アサシン系の最上級職になるのかな？素早い動きで。あ、魔剣士、魔法使えるんだ。おー。じゃあ、踊り子の、なんだろう、戦闘寄りな感じがするね。ドロービの、左官かな、鎖の冠。なんて読むんだっけこれ。失われていた、オーバーの文字。あー、てか強いな、これ。サイドとかつけれる。移動プラス1。そしてダメージ半減。強くないこれ。で、面白いスキルしてんのか？一距離での戦闘。うわ、強いね。義教士。ラッキーセブン。
あーこれも過去の覚醒とかで出てきましたよね、トリックスターって。アンナさんやってたやつ。あーなるほど。で全員でなくちゃいけないし、アイテムとかいじりようないしね。スキルはいじ、あちょっといじれんのか。あれ強ない？アッシュ。ああ、ちょっといじれるのか。ほう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 。支援、お、支援とかあんの？黒色なっとるけど。これさすがに進めないんかな。はーい。うん。ちょっとまたいろいろ見ながら準備していきます。よし、返しました。いや、結構いじれましたね。ヒルダとクロードの職業を変えてきました。うん。あ、結局喋るんだ。お前たちは何者なんだ。うん。それがわからないまま刃を。まあ、この辺聞いてないもんね、未だに。気まずいです。ハピーの好みではなさそうやね、ディミトリは。バルトが。教えてくれ。俺か。まあいい。あ、でも名乗るんだ。ボルフクラッセ、そうそう、これこれこれ。オオカミ。居場所を失った生徒の行きアビスで秘密裏に開かれた第4の学級さ。にしてもこいつら年も近そうだし、なんだろう、最近解説されたって感じなんかね。さすがにレアは知ってるんじゃないのこれ。学級って名前ついてるし。第4の学級。うん。すごい白々しくやってましたけど。え、知らんのかな、レアは。暗いし、入り込んでるし、戦いにくそうだね。寝不足やな。寝るには適してるかも。寝とくか。お、ん？なんだ？あの扉、特殊な鍵がかかってるみたいです。レバー引けば。何か仕掛けが。左下のレバー触ってみる、そこのやつ。あ、うん、まさに。とりあえずこいつら芝関と始まらんしね。そう、行ってももう動けんくない？計略とかあるけど、1ターン目全部引き付けといて、そんなに守備力ねえな、クロードじゃない、ディミトリ。20か。うん、エガーで27。まあ、防御かあるから、両方来るか。こっちに一体、あ、解除しつつここで待ち受けるのもありか。降りた方が強くなるよね。で、鉄かな。で、解除して。開く？何も起こらないな。動かし方は間違ったか。ほう。あ、しゃべる。教えて。闇雲に動かしたって無駄だぜ。俺たちにしかわからない。教えてよ、それは。ああ。いろんなレバー触ってみーっていうこと。これワープであるやつ。あ、回復かか。隣開けば、ショートカットできる。ただ、絶対敵出るよね、こんな。無駄に広い空間。で、うん、焦らず戦おう。ちょっと映画に受けてもらおう。こうかな、1点目。さあどうだね。ゼロですわ。硬い。切り返してほしいな。てか盾でげえな。で全部クルパティーか。あー追跡されるか。ただまあまあまあ、あれはディミトリで倒せそうやね。おー、当てといて 26% 少ないな。うわ、動くか。いや、こいつもさっさと倒しとかんともうつらいしね。うわ、ヒットポイントえぐい。これはさすがにディミトリでやってもらって、勝負あったか。馬に乗っときゃよかった。まあ、いっか。もう一段引きつけるっていう手もある。ぼちぼち動くか。防御かうまいこと乗りながら。
うわ、命中低い。曲者なら上がるよね。魔物打ち。これで削るしかない。よし。いや、にしても、こんだけ弓装備しといて、ドラゴンナイトって、結構ありえん状態やけど。リーハルト狙いに来とる。あ、しっかり当てれるから。はい、頑張ります。ここでまた曲者でも行く。あ、狙撃もあるね。あ、倒せる。よし。いや、アッシュの方が優秀やな、やっぱり。弓使いは。戦える。オッケー。さあ、来い。会話あるね。誰か特殊な会話あるかな。この同期っぷりなら、ディミトリと相性良さそうやけど。うわ、かっこいいな、ごっつ。てか、いって。やばい。防御黒ゼロやけど。おいおいおい、待って待って。クソ痛いんですけど、あれ。これは、ベレスか。よし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 。ちょっと削ったのもてか、まあ、これはこれでありやね。一気に近づいて、ディミトリとなんか喋りそうな気するけど、ない。ない。残り27。この辺も突破したね。じゃあディミトリじゃなくてクロードとも、うわ全然食らわん。削るしかないし。ああ、喋る。どっかで俺と会ったことでもあるか。あ、これは同盟両つながりか。じゃあ他のやつらだなら、他のやつらでも球長同士ならうまいこと選べば会話あるんかね。いや、初対面だろうな。はあ、それともてか昼だとありそうやな、この分なら。冗談は結果にしといてくれよ。冗談は結果。初対面だな。クロードもなんかうっすら何かあんのかな。女神様、やっぱレアとなんかあるんやよね。ソティスのこと。いや、にしてもごつい拳やね。ヒルだとじゃあ喋るでしょ、この感じ。あるあるある。私の知り合いに似てる気がする。知り合い。ほう。誰だか思い出せないんだけど。ちょっと頑張って思い出して。それに免じて許してくれないかな。おお。ああ、許してくれた。俺に付き合っちゃくれ。あれ、恋人同士だね、もう。いや。ほう。この女は口説いちゃいけねえ。俺の中の。ただ、かなりお似合いやけど。当てといてね。よし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 。14まで来たよ。ただちょっと次あたりでも倒しとかんと。命中低いな。ただちょっとこれ当ててくれと困る。ナイス。これが私の力よ。よし。傷薬。ベレスで何かある？鋼。うわ、一足。天帝。いや、戦技ですよ。ツバメ。あ、破天とかあるんだ。まあ、これって天帝の剣のやつか。攻撃で鉄。うん、いった。100%。あ、喋らねえか。この経験は糧になり。いや、かっこいいな、バジュロ。ほう。あ、いとこ。オッケー。なかなか骨のある連中だな。帰ってくれますか。面白い。ほう。あ、それだけ？